はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。ゼロシンクの超パート3やっていきたいと思います。はい、前回は、1の国でしたねが終わりまして、2の国が始まりました。はい、1の国はね、チュートリアルで、はい、操作になれろという感じでしたね。はい、では、早速2の国双組こうやっていきたいと思います。コンティニションの始めから、まあ、コンティニューでいいですね。はい、始まる前に終わったので、はい、そのままでもよかったけど、ここからですね、はい、やっていきたいと思います。二の国、双子巫女。はい、最後戦闘で終わったんですね。お姉ちゃんがいない、お姉ちゃんいない。おう、あ、でフィルムをゲットしたと。あ、で、あれだね、やってないねっていうことは。じゃあパパッとレンズ強化、レンズだけ強化しましたね。こっちへ、こっちだ。シャイズの、はい、さっさとやっちゃいましょうね。はい、レベルアップのレンズ強化。はい、OK。これで同じですね。はい、では、前回の続きから、前回のとこからですね。はい、なんか声聞こえるな。やっていきましょう。はい、こっち。アイテムあるな。あれは取っていいのかな。なんかすっごいピーって聞こえる。ラジオかな？ラジオかな？ OK。何これ？民族学者の式。はぁ。村に関して書かれている古い書物を見つけた。あ、では読みたいと思います。はい、祭主の、黒沢氏は、我々の来村を快く迎えてくれた。この村には村長はおらず、祭主を務める黒沢氏が村のまとめ役を担っている。おそらくこの村の成り立ちが、信じでいいのかな、神事や、儀式を守る人々の集落であったということの名残なのだろう。みなかみ地方には、今も色濃く黄泉の門伝承が伝わっている。黄泉の門伝承とは、黄泉や、情勢、渡航勢、根の国と呼ばれる死の世界と、境となる門や穴などに関する伝承である。それらの場所は通常禁じられた場所として、妬み、恨み、嫌われると同時に恐れられ、時には信教されている。信教されてもいる。このような古来より人々の中に根付いている黄泉の世界へとの、信教を何としても解き明かしたい。この村では黄泉の門にまつわる被災が行われているらしいが、その祭りとは口にしてはいけない、見ることも許されないものであるらしい。おそらく黄泉との、教会が、あ、じゃあ境が近づくという祭りであるとあるために、恨みごもりが行われるものだろう。はい、村人たちの暮らしは質素なものだ。山深い土地です。日々の糧を得るために、糧でいいのかな、厳しい生活を送っている。外部との交流はほとんどなく、世間や時代の流れに関わらず昔のままの生活を留めている。時の流れから取り残されたように。すっごい難しい。なんかすんごい声聞こえるんだけど。よし、じゃあ行こう。あ、この着物怖いね。なんだ、聞こえなくなった。何かある。おお、あった。あ、怖い。この道は何もない。こっちには何もない。あの人はって聞こえる。ある人はどこ、ある人はここ。さあ、お姉ちゃんいないじゃん、それは本当に。ある人はどこ、あって。すっげえ早かった。ゴーストハンドとは、アイテムに手を伸ばした時、霊に手を掴まれることがあります。掴まれる直前に絵を離すことで回避できます。でもこれ完全に捕まっちゃったから本当に腕しかない。また出ないよね。よし。何これ？霊石ラジオ。床の上に何かの機械が置かれていた。ラジオのようだが、ラジオにしか聞こえない。メニュー、ラジオを選択すると、石に込められた言葉を聞くこと。うわ、すっげえ、左から来て、おー、したって聞こえた。びっくりした、めっちゃ。古い書物を見つけたこのラジオについて書かれているようだ。あ、これ読みたくない。読んでる間、どうしてとか言われたらどうしよう。どうしよう。では読みます。霊石ラジオに関する検証でいいのかな。このラジオは回路の一部に、鉱石を用いることで、研磨する鉱石ラジオを改良したもの。どうして
すっげえ耳がくすぐったいんです。はい。霊界の声を捉えることができるのである。人は人が長く身につけていた、鉱石は、その人の思いを宿し目に見えぬ光を放つようになる。それら特殊な鉱石を霊石という。朝博士によると、その霊界からの音はラジオを通さずして聞こえることもあり、人が感じる気配や予感、双子の間、すっごいね、ほんとね、言います。双子の間に起きる透明にも似た同一性なども、この霊界からの音によるものである。はい、すいませんでしたね。多分普通に倍速してると、あ、まだ鉱石入ってた。悪いし。青い石をした鉱石のようだ。今聞こえてる声はこの鉱石から。このね、どうしてっていうのがすっごい耳にくすぐったく感じる。耳がくすぐったく感じる。どうしてだろうね。どうしてっていうからどうしてだろうね。ふふふ。ラジオで使用することで石に込められた言葉を聞くことができます。はい、音聞こえなくなりました。はい、今のところすんごい倍速してる間ね。はい、多分、すごい、あ、耳がとか言ってると思います。はい、すいませんでした。じゃあこれ触ろう。よいしょっと。あ、61だ。61フィルムゲットです。はい。まあ、この辺もわかります。はい。フィルムの種類について、音霊に与えるダメージの大きさや、装填速度に差があります。フィルムの設定、まあ、さっきっていうか、あのメニュー内と同じです。ので、わかりますね。はい。十字ボタンで左右で切り替えることもできると。ありがとうございます。これは、いいね。常に、なんだ、1音式かな多分。限度はあるけど、1音式でいきたいと思います。あっと、万葉丸。回復アイテム万葉丸。これは大事。よし。ということで、霊石を、ラジオ聞いてみようか。よし、アラレイシ。青い色じゃない、アラレイシ。拾ったラジオの中に入っていたんじゃ、聞いてみよう。どうしてって言われたらどうしよう。ごめんなさい。リウィルモコンから聞こえる。ちょっと待って。ウィルモコンから聞こえるな。めオプションないなぁ。ああ、オプションないなぁ。どうしよう。仕方ない。仕方ない。仕方ないから、ウィーリモコンで。すいません。はい、ということでした。はい。さっきの女の人だろうね。マスミさんをずっと探していた女の人。でもすんげえ男の声に聞こえる。あったあった。どれだろう。タイトル画面に戻るしかない。こっちはないか。あー、ダメか。タイトルだけですね。後で変えておきますね。すいませんが。よし。ここ?お姉ちゃんどこ行ったかな?こっちでいいのかな?こっちにもあるけど。こっちは関係ないよね?こっちは、ここだもんね。だから、こっち?ここ?あ、ここは関係ないか。じゃあ戻りましょう。お姉ちゃん いなくなっちゃったよ、ほんとに。ああ、お姉ちゃん。お姉ちゃん。お姉ちゃん、待って。ごめん。私、やっぱり行かなきゃ。いや、勝手な行動しては困る。いや、そんな勝手な行動されては困るぞ。あ。ん?ほうほう。呼んでる。うん、呼ばれてる。ずっと。うん。ああ、私、呼ばれてる。こっちかな?あ、こっちになんかいるかな?あ、大丈夫です。わざとです。あ、こっちにいるかな?あ、こっちに何かいるかも。すんごい真っ暗だけど。どこ行くの?ってなんか聞こえた。え、呼んでる?こっちじゃない。
こっちじゃない。間違えた。俺道間違えちゃった。ちょっと、私、方向音痴なのね。うん。いや、こっちに呼ばれてる気がしたから、そっち行っちゃったら違うって言われちゃった。私自身に。それすごい怖いね。あ、呼ばれてる。こっちかな。あ、大丈夫ですよ。すっごい左から何かこう囁かれてる、結構。囁かれてるが聞こえてる。こっちかな。すっごいね。呼んでるこっちじゃない。こっちだ。蝶々だ、蝶々。ああ、蝶々見える。蝶々。あ、こっちに行けない。蝶々についていこう。うん。お、なんか。これもなんか結構重要そうですよね。この破壊シーンみたいな。ずっと。ずっと待ってる？なんだっけ、なんだって？すっごいささやかれると耳が痒くなる。蝶々待って、蝶々。絶対追いつかれるよ。ミオちゃんに絶対追いつかれるよ。お姉ちゃんの名前見なかったな。あー、見とこうと思って忘れてました。はい、すいません。あー、蝶々右行った。じゃあね、蝶々。私こっち行くわ。呼んでるこっちじゃない。おお、誰かいる。私あの人知らないからついていかない。あ、でもなんかこっち行くとね、普通に戻っちゃいそうだからついていこう。ごめん、ごめんなさい、お待たせしてごめんなさい。あなた誰？蝶々の操り、操る虫師かな。アブラメイジ族かな。こんにちは、じゃない、こんばんは。明けない夜はないよ。なになに？ちょっと、今のは、どうだろう。なに？今のもしかして。白、あ、ちゃん。お姉ちゃん、なんで勝手に行っちゃったんだろう。まったく。足が痛いってのに、あんまり無茶して、うっと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 ん？敵かよ！ちょっと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 ロッカー、ロッカー。オッケー。おい、うわ、うわ、ちょちょちょ、後ろにいるのなし。ちょっと待って。2体いるの。ちょっと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 、回避してからの、ちょ、後ろ向いて、と、ほい、はい、ほい、はい、トイ、トイスト、トイスト、トイスト、言えない。あー、さあ来い、さあ来い。あとはお前の攻撃待ちだ。あとはお前の攻撃待ちだ。来ない。OK。That's time。OK。こっち。あった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 、ごめん。マジごめんって。ダン、早くなる。ダン、忙しくなる。すごい忙しくなる。ちょ待って。私ね、今だと思うの。今だと思うの。マヨが使うの。4個しかないけど。今だと思うの。はい、振り返って。はい、振り返れば。そこには、怪しいおっさん二人の霊が、お分かりいただけただろうか。あー、手前のやつじゃねえ。いや。はい、チーズ。おっさん二人、取っちゃった。すっごいね、あのね、やりづらいんだわ。怖いんだわ。よいしょ。さあ。あなたをロックオンしている。あなたをロックオンしている。さあ、来い。オッケー。まだいる？ OK。 さあ、 OK。 OK。 引け、私に触れるな。すっごい左右に揺れてんの、ちょっと。 OK。 今だ。よし、出した。すっごい声がウィーリモコンから聞こえる。そういうの、いなくなった。あー、怖い。
いきなり2体出てくるなんてね。まだ序盤だよ。いやー、マヨが1個使っちゃいましたね。開かないかと思った。開くんだね。よし。はぁ、こんにちは。あ、自動的に触るって出た。すっごい懐中電灯のとこ埃まみれ。じゃあ、はい、撮りまーす。よし。なにこれ、誰、誰のお守りだ。あー、漢字読めないんです。が身につけていたお姉ちゃんかな、お姉ちゃんが持っていた、違う。じゃあ、なんか宝石みたいなので、あれでもラジオで聞くとウィーリモコンなんですよね。申し訳ない、もう一回ウィーリモコンから。はい、どうぞ。私たちじゃない、私たちじゃない、呼ばれているのは私たちじゃないってことなのかな。でもお姉ちゃんだけ先に行っちゃった。外に出ますか。はい、うん、お姉ちゃんだけ呼んでるって言って先行っちゃいましたね。でも私たちじゃない、なんだろう、びっくり。なになに、おお、すっげえ、すっげえ、いるよ、よいしょ。村人が、村人がいる。ほほ。え、見えてないの。こっち行ったね。うん。この石、この石が調べるって出ないね。すごい重要そうだけど。こっち。お姉ちゃんで行けなかったから行ってみましょう。お、何かある、ここ、ここ、問いたが外れ、風風雨にさらされた、屋内はボロボロになっている。特に焼き立ちそうなものは見当たらない。本当に、お、あるよ。ほーん、闇に佇む男。お、1000ポイント。ポイントゲット。ああいうのもあるんですね。しっかり見ておかないと。ん？ちょっと待って。しっかり見ておかないとと言いながら、ほらほらほら。アイテムが落ちている。出てくるなよ。よし。なにこれ？あ、パーツか。強化装置。火。酒。避ける。火について、避けるについて、装備効果、こう回避できるようになる。はい、よしよしよし。オーナーに攻撃されたタイミングよくウィーリモコンを振ることで攻撃を回避することができます。へえ。このパーツはもうついたのかな？はい。装置ね。はい。射撃に強化装置を装備することにより様々な機能が追加されます。強化装置は入手すると自動的に射撃に装備され、効果が発揮できます。メニューから射撃を選択し、装備変更です。装備したり外したりすることができます。外した場合、その機能は発揮されません。まあ、自動的についたってことはもうついてるんですね。うん、ついてますね。射撃の強化装置なのに、回避性能が上がる。ミオちゃんの問題じゃないかなっていうのはね、はい、なしで、はい。ミオちゃんの問題ではないと思います、はい。カメラの問題。カメラが、見せてくれるから、ミオちゃんが、うん、ちゃんと反応できてるっていう、そういう話。はい。セーブしましょう。何の話？はい。じゃあ、どうしようかな。ずらそうか。ほっ。なんか、ね、マヨガン、結構限りありそうなのでね、セーブはずらしていった方がいいかな。何？マップにはこことなんか鍵がかかってます。はい。
だけ。前の妙画の模様とかそういうのはなし。でこっちも行ける。すっげーけーって。何？誰もいないよね。どなた様？はい。いや。どうしてまだここにいるんだ？ミオです。あなたは？あなたは？もうすぐ祭りが始まってしまう。お祭りが？そうなったら。捕まってない。やっぱり戻ってきたのか。やい。さえを連れてこの村を出るんだ。彼女は今、祭主の家にいる。やっぱり祭りを続けるかつもりなのかもしれない。早く彼女を産むんだ。今ならまだ追いつける。やい。祭りが始まってしまう。急いで。お祭りやってんのまだ。お祭りやってんの？わたあめとか売ってんの？そんな楽しいお祭りじゃない感じですかね。やい。サイを連れてこの村を出るんだ。今ならまだ間に合う。まだ追いつける。急いで。やい。ああ、はい。村を出れば、はい。双子巫女の運命からきっと逃れられる。はい。声で負けた感。もし、はい。どうしても村から出られないなら、はい。また来るといい。あ、何か力になれるかもしれない。そうか。え、何のためにあなたどちら様ですか？その前にお名前をどうぞ。ヘルプ君でいいや。ヘルプ君。ちょっと助けてくれそうなね、イケメンで、はい、ヘルプ君。こっち行けないか。ヘルプ君によると、てか、その前に、やえってどちら様？私ミオですみたいなね。なんかある？そうなんだよね。名前間違えてる時点で。てか、お祭りやってないし。なんて言うんだろう、時代遡ってる感じなのかな。服も着物みたいな感じ。どちら様だろうね。もう、幽霊だ。ん？こっち？おお、え？今の幽霊出てた？もしかして。全然気づかなかったんですけど。なんか出てたのかな？セーブあっちでしたからいいか。お姉ちゃんこっち行ったからこっち行ってみる？ああ、でも何かありそうだけど。お姉ちゃん行く前にこっちの扉を開けてみる。うわ、刀とか。これ持っていけば、意味ないか、幽霊だもんね。抜こうと力をかけてもいい。なたらしきものだよね。これ、なたですよね。だと思う。なただね。なんか包丁みたいな。料理包丁みたいな。こっちでいいのかな。こっちでいいのかな。なんかそこにも扉あるな。すっごい入り組んでる。どうしよう、道迷うし、進む道も迷うな。早く進もう。じゃあ目の前の道を進んでいく。開ける。ここから建物に入れる。じゃあ入りますか。というところでお時間になってしまいました。ここ何？桐生家。あ、桐生。はい。桐生川かな？桐生川。川。で、よかったかな？だったかな？俺、その、運がごとくはやったことないです。はい。やろうかな？まあいいや。はい。そんなことはいいとして、じゃあこのアイテムを取って終了したいと思います。出るかな？出ないかな？怖い。あ、出ない。迷うが、オッケー。はい、ということで、はい、オッケー。やや左向き、左右向き、はい。ですけども、はい、終了したいと思います。お姉ちゃんは、蝶々に誘われて、どこかの幽霊
に触れられてたね。で、お姉ちゃんじゃない、ミオちゃんが追いかけてももうお姉ちゃんはいなかった。どこ行ったんでしょうね。まあ奥に誘われてとかなんか言ってましたけども、そのお姉ちゃんのラジオ、あの鉱石によると、でも私たちじゃないとか言ってるんですけども、本当にこの村は何なんでしょうか。はい、では続きが気になると続きが気になるところですが、今回はここで終了したいと思います。はい、ということで、また次回お楽しみにしていてください。では、パート3パート3はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。楽楽楽でそれがスタートの合図、聞いたことないなんて言わないで覚えて、楽楽楽です、楽しく、そして楽しく、つまらないことなんて忘れて。